関東地方の雪に関する情報をお伝えします。この時間皆さんからいただいておりますご報告見てみますと、この薄い紫あるいは白の、みぞれあるいは雪のご報告が東京都をはじめ関東南部の平野部でも多くいただいている状況です。今の雪雲を重ねてみますと、特に強い雲がですね、今神奈川県の東部から東京23区の南部にかけてを通過中です。このタイミングで、また気温が下がって一時雪が強まっていることによって、うっすらと雪が、積もっているところもある状況です。で一方ですね、この一段が進んでいきますと、一旦降水の強さ弱まる見込みでして、積もりにくい方向にまた変化する可能性があります。目先午前1時ぐらいまでが一つのピークということになりそうです。しばらくはですね、雪あるいはみぞれの降りやすい状況が関東地方では広く続いていきます。ただですね、低気圧が東の方に抜けていくことによって明日の早朝になりますと雪の範囲は縮小し、朝のうちにはほぼ止むということになりそうです。明日の日中は天気の方は急速に回復に向かいそうです。そしてこの後予想される雪の量を見てみますと、向こう9時間ですね、午前9時までの量を見ると、東京23区などについては、多いところでも2センチぐらいといったところです。少し芝生にうっすら積もるかもしれないといったレベルでして、交通機関に大きな影響が出るほどのものではなさそうです。また関東西部の山沿いですとか甲信地方、そして千葉県から北のエリアですね、今こちらは雨が降っているところも多いんですけれども、この後気温が下がってきますと降水時間が比較的長いこともありまして、やはり2センチ前後の雪が積もってくる可能性があります。14日の朝に関しては道路の凍結ですね、これに十分ご注意ください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。